皆さんこんにちは、こんばんは、シバチャンネルのシバヤンです。はい、本日の企画はですね、皆さんドアストライカーって聞いたことないですか？今回はこちらまあメルカリで1000円程度で購入したものなんですけども、こちらの方を使って簡単にカスタムのご紹介をしたいと思います。皆さん覚えてます？以前ドアインナーカバーの時に使用したものと似ております。前回はこちらのインナーカバーですね、中の方を取り付けいたしました。はい、今回はこちらを使ってどんな風になるのか最後まで見ていただけたらなと思います。それでは本日もサクッとやっていきましょう。それではですね、まず早速これをどこに使うのか皆さんにご紹介したいと思います。ドアを開けておりますと、皆さんこういった感じのもの、多分どの車両にも大体ついてると思うんですけども、レクサスの場合はこちら今黒いカバーがついてるんですけども、このドアストライカーっていうのが、車体に取り付けられたフックやピンがドアロック内にあるラッチと噛み合うことでドアをロック状態にしておく機構のことです。ここの部分とこちらの部分が噛み合ってドアがしっかり閉まるっていう形になります。ではこちらの GS にはもともとカバーがついております。前のベルハイアの時どうだったか覚えてないですけど、ここは結構むき出しだったりとかしてる車両もたくさんあります。ちょっと味気ないような普通の黒い樹脂のものがついているんですけども、今回はこちらのこの間のインナーカバーと同じ色のシナジーブルーに似た色ですね。でこちらを使ってカスタム、簡単にご紹介していきたいと思います。まず取り付ける前に下地処理を皆さんやってください。で先ほどの樹脂の部分をまずはシリコンなどで脱脂をしっかり油類を除去してください。で今回ですね、僕が購入したのが冒頭でお話しました通りメルカリで、こちらの方中古なんですよね。で購入したんで裏見てもらったらわかるんですけど、両面テープ剥がれてます。で一応粘着は結構まだ残ってるんで、そのままこちらは利用したいなと思います。さらにこれだけじゃちょっと弱いかもしれないんで、それをしっかり補強してくれる商品としてこちらですね、エーモンさんのプライマーになります。でこちらの方はですね、両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる接着促進剤となっております。以前もご紹介しました通り、これ塗るだけなんで、塗るだけで結構粘着力アップするっていう商品になりますんで、僕は結構好きな商品となっております。でまずは、先ほど脱脂の方はしてきたんで、こっちプライマーの方前回同様貼り付ける場所を施工していきたいと思います。だいたいこの2つ入りでやつで600円ぐらいなんですよね。で2枚入ってるんで今回使うのは1枚だけで、こちらを使用する際には皆さん注意してください。はいはい、っていう感じでこれを使用する際には手袋を使用してください。手につくとあんまりよろしくないので。でこちらの方を開封しますと、中には湿ったこんな感じのものが入っているんで、これを塗って施工の方していきたいと思います。貼り付ける箇所全面にやっていきます。結構ね、ほんとこれ匂いがきついんで換気だけはしっかりしてやってください。で施工したら、そうですね、今暑いので5分から10分ぐらい塗った状態で放置してください。はい、それではですね、プライマーの方各席にしっかり塗ってきましたので、今から5分ぐらい軽く待ちたいと思います。僕が購入した今回のドアストライカーは、メルカリの方で1000円、4つで1000円だったんですよね。でかなり、お得に買えたっていうのもあるんですけど、でもその分先ほどお見せした接着面の方がもう一回使用している状態でしたので、そこにもちょっと軽くプライマーの方も塗って今放置っていう感じにしてます。通常ももちろん安いんですよ。これがドアインナーカバーと一緒で4種類ぐらい空張りがあったんですよね。でも今回は僕は同じインナーカバーと同じ色のカラーブルーの方を選んだんですけども、こちらがだいたい Amazon や楽天などで
大体3000円程度で販売されておりましたので、まあ、気になる方いらっしゃいましたらよかったら楽天のルームの方のリンクに貼っておきますのでよかったらそちらを見てみてください。はい、それではですね、まあ、大体乾いてきましたのでもう早速取り付けの方していきたいと思います。でこれも簡単ですね、こんな感じでうまいこと真ん中に入った入ったもうこれだけ、これだけですね。まあこれだけって言ってもしっかり奥までつけるっていう感じになりますけど、はい、5秒ぐらいですか。めちゃくちゃ簡単に取り付けできました。まあもうちょっと押さえ込んでしっかり止めるっていう感じでやっていこうと思います。じゃあちょっとそれでは各席あと残りやっていきたいと思います。はい、それではですね、各席に取り付けの方完了いたしました。それではもうせっかくなんでストライカーの状態見ていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、各席4席の方ですねを施工しました。このストライカーの特徴なんですけども、ストライカー部の傷、まあ、腐食を防ぎ、まあ、疾患を高めて、まあ、ドレスアップしてくれるアイテムになります。高品質のメッキの鏡面、まあ、金属むき出しのストライカーにかぶせるだけ、まあ、今回レクサスは黒い樹脂製のカバーがついていたんですけども、まあ、さらに今回はその上から接着していったっていう形になります。で、まあ、高級感が出ますよね。ここのストライカー部、まあ、元々がここの奥に黒のカバーがおって、さらにカバーをかぶせたんで、ドアのその閉める時ですよね、ここが結局干渉しないのかっていうので、はい、大丈夫です。まあ、走行してみてまたその異音とかするとかありましたらまた動画の方でお伝えしていこうと思いますので、今のところは全然干渉はしてないっていう形になります。はい、こんな感じで、まあ、シンプルに、まあ、こっちもでしたけどね。はい、はい、まあ、こちらはインナーカバーと同様に、まあ、同じように取り付けるだけっていう、まあ、両面テープの方でですね、簡単なカスタムになりますんで、よかったら皆さんもドレスアップ目的でやられてみてもいいのかなと思います。で今回はちょっとまだあるんですよ、ついでにちょっと買っちゃったものがありまして、まあこちらもメルカリなんですけど、まあ、こっちは新品未使用で購入したんですけど、はい、こちらになります。わかりますかねこれだけでわかる方いらっしゃいますか。はい、これが裏こんな風になってて、これがホイール先日交換したじゃないですか。でまあ、空気圧センサーついてて、そこのキャップですよね、空気圧のそこの部分がいまいちだったのでちょっと購入してみました。ちょっとせっかくなんでどんな感じになるのか変えていきましょう。はい、先日購入したこちらの18インチの GS 純正オプションホイールですね。でこちらの方についているこれですね、ここのキャップ取ります。はい、こちら純正の、まあ、空気圧センサーについてるキャップになります。で今回僕が購入したこちらのキャップですね、これが元々の純正購入したやつですね。まあ色がこれちょっとねツヤのない感じだったんですけど、こっちはもうメッキっていう感じで、でここにロゴが入ってるっていう感じになります。ちっちゃくレクサスのエンブレムがあります。これ閉めると、はい、きっちり閉まりました。はい、こんな感じになります。ちょっとアクセントになったのかな。まあ、これでちょっと各席交換していきたいと思います。はい、それでは交換の方終了しました。まあ付け替え変えるだけなんで簡単にカスタムっていう感じですね。こんな感じで、
はい、いかがでしたでしょうか。今回購入した商品ドアストライカーカバーの方がお値段がメルカリで1000円、先ほどのタイヤの空気圧センサーのキャップですね、あちらの方が800円で、合計で1800円の格安カスタムとなりました。まあ、なかなか気づかれにくい部分ではあると思うんですけども、僕はすごい気に入りました。なんですかね、今回はこの間はここの黒のところにブルーっていう感じだったんですけど、ここはまあボディがホワイトなんで、でここの白と青の組み合わせって結構合うんだなっていうのが今回で分かりましたね。はい、お気に入りになりました。皆さんもカスタムされてみてはいかがですか。簡単にちょっとイメチェンじゃないですけどやってみようかなっていう方にもし参考になったら嬉しく思います。はい、それでは今回の動画もし参考になったなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。